今日はミューのねクレンジングだったりあとメイク落としだったり落とす方のスキンケアの紹介をしていきたいと思います。ちゃんと詳しく見せていきたいので、あの別の日に撮ったクレンジングしてるところとかも差し込みながら話していきたいと思うんだけど、もうね肌荒れしたくないからクレンジングとにかく一番大事だと思ってるから本当にいいものに出会えないかなと思ってて、まずねクレンジングがこのキュアのエクストラオイルクレンジング。このオイルクレンジングのいいところがもうとにかくねあの肌にすっごい優しい感じ。オイル自体もそんなにねオイルオイルしてなくてちょっと水っぽい感じ。すぐにメイクにねさっと馴染むので、メイクをね綺麗に落としてくれるのはもちろんだし、あのね一番びっくりしたのがマスカラ、ウォータープルーフのマスカラも綺麗に落としてくれるので、ウォータープルーフのマスカラも綺麗に落としてくれるやつって、まあ、他にもミュー出会ったんだけど、なんて言うんだろう、なんか落としすぎちゃってる気がしてそれは合わなかったのね。結果すごい乾燥する感じになっちゃってダメだったんだけど、これはメイクね、もうもちろん肌もそうだけどマスカラもしっかり落としてくれるのに全然乾燥しなくて、もうそこがとにかく気に入ってます。ミューがクレンジングに求めるものってもうとにかくちゃんと綺麗に落としてくれるっていうことは大前提だけど、乾燥しないっていうことだったり、ポイントのねメイクリムーバーとか使うの結構めんどくさくて、だからねちゃんと落ちてくれるやつ、これはねもうすべてクリアして、でねこれ匂いがなんかねアロマっぽい匂い、なんかねラベンダーっぽい匂いがするんだよね。すごい匂いもミューは好きですっごい気に入って使ってます。これは 2,3 プッシュを手に取って、で本当に肌にスッと馴染むんだけど、馴染ませて優しく指の腹であの毛穴をねくるくるしてメイクを落としてあげて、でこれがね酵素のクレンジングなんだけど、酵素が入ってるからねメイクをしっかり落としてくれるだけじゃなくて黒ずみとか古い角質まで落としてくれます。だからねマスカラも落ちやすいのかな。ほんとねマスカラまで綺麗に落ちて、ただねダブル洗顔は必要だと思う。肌にねちょっとクレンジングが残ってる感じっていうのかな、あんまり すごいこれだけでスッキリするっていう感じはしないから、ちゃんとねこれで洗った後に洗顔はしてあげないとダメな商品だと思います。でオイルが顔にねある程度馴染んでメイクも落ちたら、これでクレンジングは終わりじゃなくて、オイルクレンジングの場合は絶対に乳化をさせます。手をねちょっとだけ水で濡らして、またさらに白くなるからわかると思うんだけど乳化っていう作業をします。でそうするとこのクレンジングはね結構ね重たくなるんだけど、その重たくなった感じでさらにねまたオイルクレンジングを全体的に白く重いテクスチャーにして、でそしたら最後にまた流すっていうことをするときちんとメイクも落とせてね、オイルもねもちろんきちんと落ちるようになります。で次が洗顔ね。洗顔がまた同じキュアの酵素泥洗顔パウダーソープ、これがねこんな感じでもう半分ぐらいしかないんだけど、こういうね小分けになってるパウダータイプのね洗顔になります。あの粉タイプでね、みゆこれがめちゃめちゃ気に入ってるんだけど、もうね一回使っただけでもう肌がツルッツルになった。もう酵素洗顔ってみゆすっごい気になってたんだけど、なんとなくピリピリしそうっていうイメージがすっごいあったんだけど、これもう何にも刺激感じないのに、毛穴とか角栓ってあの油の塊、皮脂の塊でできちゃってるものだから、一番やっちゃいけないのはあの押し出してこう出したり、あとは無理やりねあの剥がすタイプのやつでやったりするのはさらにね毛穴が開いちゃったりするから。でそう、その酵素がねその毛穴だったり、まあ、あの角栓だったりを分解してくれるんだって、溶かしてくれる。でその後にこう泥洗顔パウダーソープとも書いてあるんだけど、泥がねその絡め取ってくれるじゃないけど絡め取ってくれて、で多分すっきりすると思うんだけど、本当にこれはなんか今まで使ったことない感覚、普通にね泡立てて作る感じの、洗顔で使い心地はそんなになんか新しい感じがするわけじゃないんだけど、洗い流した後泡切れもすっごい良くて、もうスッとぬるぬる感じとかもせずに、ほんとバシャバシャやったら落ちる、変にこすったりせずに落ちるし、とにかくこれは毛穴の黒ずみだったりあと角栓だったり、なんていうの、あのニキビ予備軍みたいなのができちゃってる人にすごいおすすめだと思います。で最後にキュアのナチュラルアクアジェル、
このねピーリング結構有名だから見たことある人も多いかもしれない。これがねミユピーリングをすることがもうなんかすごい怖くなっちゃってたの。あの前に肌の診断をした時に肌の汚れは、肌の中の汚れは落ちてないのに肌自体はすごい弱まっちゃってて、肌のバリアがやりすぎてるのに落ちてないみたいな、もうすごいなんか難しい状況だったのね。だからそれからね、そのすっごい肌が荒れてる時はあのピーリングしたりそういうのはしなかったんだけど、もうある程度落ち着いてきて、このね次はニキビ跡をしっかりケアしなきゃいけないっていうところで、もう肌のねターンオーバーも前みたいに早すぎるっていうこととかもなくなったから、ちゃんとねピーリングをしてあげようっていうことでこれにね挑戦したんだけど、これがね水分が 90% でできてるピーリングで、スクラブとか何あのザラザラっていうやつとかは入ってなくて、すっごいとにかく優しい、もうただのなんかジェル、水とジェルの間みたいな感じで、これはね週に2回ぐらい使うみたいなんだけど、ミユは本当にちょっとザラザラが気になった時に使うみたいな感じにしてて、本当にワンプッシュ取って、であの気になる、まあ、特にこういうところだったり、あとはねここのニキビ跡のところの、 あのターンオーバーはしっかりあの早めてちょっと新しい肌を出してあげたり、あとこういうところ肌全体をねもちろん週に 1,2 回ピーリングっていう形でしてあげても全然いいと思うんだけど、ミユは気になるところだけその気になった時にちょっとだけ出して、もうそこだけやって終わりとか。ピーリングはね自分の肌の状態をちゃんと知ってからじゃないと、 あんまりねむやみにたくさんやんない方がいいと思ってるので、自然にある程度ねちゃんとターンオーバーを自分の力でできるようになって、でさらに使うっていうのがいいと思ってるから、日々のケアのスペシャルケアっていう感じでやってあげる程度でいいと思うんだけど、これはねピーリング探してる人の中でもすごい肌に優しくて、皮膚がすごい薄かったり、あとピーリング使っちゃうとすごい赤くなっちゃったり乾燥しちゃうっていう人でも使いやすいものだと思うので、すごいおすすめです。このピーリングで結構ねしっかりポロポロ取れて、まあ、肌はスベスベになるんだけど、まずねミユはすごいこっちをおすすめしたい。このね洗顔で泡のパック、泡パックもできるんだけど、肌にただのせといてちょっとだけ時間を置いといて、で洗い流すだけでももうなんかピーリングしたようにツルツルになるから、もうとにかくこの洗顔が今は好きすぎて、こっちはねさらになんかスペシャルなケアみたいな感じ、もうなんか本当にザラザラ、これでやってもザラザラしちゃうようなところを落とすような感じ、とにかくねもうこれですごいスベスベになるんだよね。で最後にね入浴剤なんだけど、これもキュアの商品になります。これがねナチュラルロックソルト、あのバスソルトだね、本当に白もあるんだけど、今日はねキュアの商品ばっかり紹介してるんだけど、まあ、全部いただき物で本当に良くて、このバスソルトがねもうこれからの時期とにかく使ってほしいんだけど、このねローズの匂いの、もうローズ色のバスソルト、これがローズの匂いするのとオレンジの匂いするのと、あとはこれはねあのねもう本当に温泉の匂い、なんていうの、あの硫黄の匂いっていうの、この白ね、うん、硫黄の匂いがするので、ローズとオレンジの方もお風呂に入れると最初はほんのりオレンジだったりローズの匂いするけど、あとからだんだんねもう温泉の匂い、その硫黄の匂いになっていくんだけど、このねバスソルトがヒマラヤ山脈で採れた岩塩なの。すごくない？これヒマラヤ山脈だと思うとめっちゃすごいよね。全部ね色はピンクっぽい感じ、赤いやつなんだけど、お風呂は色づく感じじゃないけど、とにかくねもう温泉の匂いすぎてもう温泉にいる気分になる。このバスソルトを入れてお風呂に入るといつもねみゆ汗とにかくすごいかきにくいの、結構なのにすごいね汗がちゃんとドバーっと出てきて、あのすごいデトックスしてる感じに慣れて、あここにも書いてある、海が体にいいと分かっていても海水浴を苦手という方にナチュラルなミネラル浴を
紫外線や人混みを気にすることなくご自宅で気軽にお楽しみいただけますって書いてあるけど、そうみゆね思ってたんだけど、海に入るとすごいスベスベになるじゃん、肌とかも。分かる人いるかな。だからね、入浴剤はあの塩系のものがすごいスベスベになって好きなんだけど、もうこれは天然のちゃんとしたヒマラヤ山脈の塩、まあ、ヒマラヤ山脈までは感じられないけどすごい贅沢な気分になれて、この入浴剤もすっごいおすすめです。汗なかなかかけないっていう人だったり、あとはね、熱いお湯に入るのすごい苦手な人いると思うんだけど、みゆもね結構熱いお湯に入るともう 2,3 分でのぼせちゃうの。だから低めのお湯にするとでも汗かけないしみたいな感じの人も、低めのお湯でこれ入れても汗かけるから、あの体はねすごい温まるの、芯から温まってくれるから全然ね冷えないし、すごいおすすめ。だからね、今は夏でそこまで冷えるっていう感覚がないからあれなんだけど、冬にねこれから使うのがすごい楽しみ。そんな感じでみゆの落とす方のねスキンケアの紹介でした。もう本当におすすめできるものしか紹介してないので、みんなもねぜひチェックしてみてください。じゃあそんな感じで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が参考になったらぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。